中国経済はコロナ禍で不況に陥って多くの地域で住宅価格が大幅に下落し多くの中国人の所得も減少したため新年早々不動産市場の住宅ローン破綻の波が来たという噂が業界内で流れました借入金の返済ができないなどの理由で銀行が差し押さえて強制売却する競売物件が増えているのです 新型コロナウイルスは住宅ローンを組んでマイホームを購入した中国の一般家庭をも直撃しています中央財径大学のカン・フクレイ教授は14日ウェイボーで1月にすでに20万人の住宅所有者が物件を放棄し住宅ローンの返済ができないなどの理由で中国交渉銀行 中国農業銀行、中国銀行、中国建設銀行など4つの大手銀行に提訴されたと明らかにしました。翌日、菅氏は河南省鄭州市の弁護士が投稿したスクリーンショットを掲載しました。当該弁護士は住宅ローン破綻の案件があまりにも多くて弁護士所管、ローヤーズレターを毎日たくさん出していると言います。不動産のの住宅ローン破綻の波について 中共当局は17日まで何の声明も発表していませんしかし1ヶ月前、中国不動産市場、史上最大の住宅ローン破綻の波がすでに来ていると、中国のメディアが警鐘を鳴らしていました。コロナ禍で失業者が急増したため、昨年12月にはすでに多くの中国人が住宅を手放していました。 河南省鄭州市でレストランのシェフや学習塾の国語教師として働く夫婦を中国メディアが取材しました2人はもともと中流階級の家庭だったがコロナと草原の二重の影響で2人とも職を失い住宅ローンの返済ができなくなったといいます昨年10月夫婦は銀行からローン返済の通知が届き返済ができないなら銀行が差し押さえて競売物件として 強制売却されれると告げられたのです結局、返済ができなくなり、家が差し押さえられるのを夫婦で見届けました。家が差し押さえられたという知らせに、人は一瞬にして潰れるものだと感じた、とメディアに語りました。菅氏は、中流階級の家庭は、住宅ローン破綻が出れば、悲惨な結果になるという分析を、ウェイボーで発表しました。例えば もともと約3560万円200万円でローンを組んで住宅を購入した物件は今、失業したため住宅ローンの返済ができなくなり家を手放すしかありません。結局 それまでの頭金と月々の支払ったローンが全部損失し、家もなくなり、銀行に競売かけられるが、安い価格で売却されるため、売却したお金を銀行返済した後も、数十万元の借金が残っています。さらに利息、弁護士費用、違約金、事件処理費などを負うことになります。また、銀行は所有者名義の全財産を凍結し、借金を踏み倒す人としてマークし、 引いては元の所有者が将来就職した場合融資と引き換えに元の所有者の給与を取る可能性もあります住宅ローン破綻後家だけでなく人生そのものを失うことになると監視が述べましたまた北京周辺の河北省張家口市で最近多くの住宅購入者が住宅ローンの支払いを打ち切ったという噂がインターネット上で話題となっています チャット記録によると、超過口市の住宅価格は50%も落下し、1平方メートルあたり約21万円、1.2万円の高値で購入した物件が、1平方メートルあたり約10万円、6000元でも売れなくなり、多くの住宅所有者が率先して、住宅ローンを打ち切ったということです。去年9月からローンの返済が滞納しているといった住宅所有者がいました。また ある住宅所有者によると、彼の建物では、十数世帯が住宅ローンの支払いを打ち切ったと明らかにしました。全国的に住宅価格が下落している中、住宅ローンの返済ができなくなる現象は、超過行使だけではありません。中国メディアの報道によると 河北町、山賀市、円光町の住宅所有者が2017年に約5300万円300万元の価格でローンを組んで住宅を購入しました。しかし昨年末、商売不振で住宅ローンの支払いが滞り、自宅は裁判所から約1600万円90万元余りの価格で競売にかけられました。競売のお金を銀行に返済した後も、 1> 約1780万円100万円以上の借金が残っていますそれまでの頭金と月々の支払いで約4450万円250万円を損失し結局何も手に入らなかったのです同報道によるとこの住宅所有者のケースは孤立したものではなく円高賃では最近差し押さえ物件が大幅に増加しているといいます 中国ではアリババ集団のアリパイマイなどが各地の裁判所とリンクする競売サイトを運営していますアリババアリパイマイ司法の低都流れ物件に関するデータによると全国の低都流れ物件の掲載数はここ4年間で187倍近くに急増していることが明らかになりました中国の低都流れ住宅の数は2017年9000件2018年2万件 2019年50万件、2020年120万件以上、2021年には12月中旬までに168万件を突破していたそうです。投資用としてローンを組んで、不動産を購入した多くの人にとっても、今所有している不動産はすでに負の資産となってしまっています。物件を維持するために、必要な住宅ローンの支払い総額が、現在の物件価値を大きく上回っています。 中国には4.2億の世帯があると言われるが、多くの世帯がいつかは大都市のように値が上がると期待して、住宅を購入しました。今や中国の持ち家率は89.68%、日本は約60%だと言いますが、このコロナ禍で一部のサラリーマンや事業者は職や事業を失い、住宅ローンの返済が滞るという厳しい局面に立たされています。評論家の か局氏は、希望の声の取材に対して、全国の住宅価格が4か月連続で下落し、多くの地方政府が不動産の値下げ禁止令、限鉄令を相次いで出していることから、住宅価格が急落し始め、市場がパニックに陥っていることは明らかであると述べました。